はい、良い風景です。ベルスナ3ポータブルの実況プレイです。あとやりますか。今回では、失踪者がいるんですよね。何階にいるか、チェックしよう。68階から73階か。他の階にもいるか。68階から73階ね。じゃあまず、メンバー決めようか。まあ、せっかくだからね、今回、いつもと違うような感じでやってきたよね。というわけで、オレンジカットソー、夏用私服、これ可愛いんだよね。何しろ可愛いんだよね。いや、水着もいいけどね、今回は私服でいこうかな。水着も可愛いけどさ、水着は、申し訳ないけど、ゆめ子には申し訳ないが、使ってっからね。悪いけど、水着着てもらうからね。次来てもらっちゃうよ、本当に。あ、ゆかり私服夏、これ着せようか。私服冬もね、可愛いけど、夏どんな感じだろうな。せっかくあるのか着せよう。あと、どうしようか。ジンベエとかあるけど。誰、あ、そうだ、真田連れていかなくちゃな。真田私服冬か。冬服着せるの、さすがに厳しいよね。どんな苦行だよって感じだから。ジンベエ着せようか。これで3人。あともう一人誰にするか、アギスにする。キリジョンさんは私服あるかな。私服夏服ないんか。あ、ハイネグアーマーがあるけど、どうしようか。今回でもやめるか。あとアギスにしようかな。アギスはこれしかないんか。アギスもなんか見た目は変わるものがあるんだけど、それ買ってないんですよね。買っといてもよかったか。じゃあ竹馬調子バッチリか。パーティー、もしかして絶好調。あ、絶好調だ。竹馬絶好調か。なるほど。あと、真田。レベルがちょっと離れちゃったからな。連れていきます。ごめん。セリフ飛ばしちゃった。ごめんね。アギスも入れます。根性を見せるであります。根性を見せてもらおうか。お前の根性を見せてもらうぞ。68階からいるんだよね。どっから行くのが一番近いか。68か。73階までいるんだっけ。ちょっと待った。72階から行って、次の階にいるんだったら、それラッキーだぞ。あ、ごめん、あ、しまった。ちょっと待った。73階あったやつなんか飛ばしちゃった、飛ばしちゃった。73階ね。よし。じゃあ72階から行こう。それが一番早いぞ。セーブします。よし。で、いなかったら、すぐ戻る。って感じかな。もしかすると、カットが入るかもしれないかな。今回の探索では。さてやろうか。72階はできないよね。あ、なんだっけ。真田じゃなかった。竹馬の私服、パンツ姿ですね。まあいいけどね。いや、いいんですよ、別に。あ、いないね。73回いないか。あー、しまった、しまった。そうだった。まあ、十分レベル上げてなくて。そっか、そっか。力の奇襲です。数4回。ガーッと弱点になった。あ、そうだった。電撃弱点2人いるんだった。いやー、天敵だね。ジンベイ、ジンベイ。七転び八起であります。起動。いやいやいや、死ぬ心配なかったね。愛に素敵を撃破。よしよし、やばいやばかった。こいつも。ロボットの伏せ毒になるんだよな。キャノン。よしよし。敵殲滅。HP 回復しようか。いきなり危なかったな。73回いないですね。じゃあ、帰還ポイントを探そう。階段か。帰
間ポイント、時間ポイント。宝箱無視か。時間ポイントないじゃん。しょうがない、先進むか。なんだっけ、期間ポイント使用しないで脱出する方法があるんですけど、それは使わないか。これは宝箱、こっちか。宝箱か。うわ、危ない。あ、くそ、また回避できなかった。あ、またマハジオだ。またジオ食らうのか。今回は、タケバとアイビスってやっぱりまずいね。まあ本格的な探索ではないから。いいって言えばいいんだけど。発射であります。やるな、アイビス。やるな、アイビス。今こそ、総攻撃であります。よし、やっちゃおう。必殺であります。うん。やばいですね。で、失踪者ね。どうしようか。金拾おうか。剣の方が多額の金を手に入るから。まあいいか。メディアかけろか。機関前どこだろうな。あったあった。よし、じゃあもう一回。72。何度かリセットしなきゃいけないかな。リセットはしないけど、なんだっけ。何度かカットしなきゃいけないかな。まだいないか。そう。機関ポイントあったぞ。あら、しょうがない。あ、やばい、こいつハンマー使ってくんだ。よしよし、弱点あんのかな。あ、ないんだっけ。残り1体です、残り1体です。よしよし、じゃあお金かな。くそ、いないな。しょうがない。時間8分も使ってあれだけど、1個前の、1個前の、なんだ、ターミナルから行こうか。ちょっと確実に見つけないとな。今度は確実に行ってから59倍上がるか。しょうがない、やるわ。よし、今度は確実に見つけると。くそ、うまいこと72回から行って楽勝っていうパターンが目指していた中、今度は堅実にやるぞ。階段あったね。さあ、どこ3回した方が早いな、これ。3回。ここあるかだもん。階段？よし、行こう。みんな3回、個別行動を取ってください。よし、階段探せん。ダッシュポイントは、まだ持ってないぞ。よし、この上から敵強いんですよね。で、失踪者の気配があるまでは、なるべく敵は無視かな。階段あった。こっちの方が確実だろう。階段どこだろう。なるべく敵に会いたくないか。無視していくか。あった。よし、いいぞ。
の回でもないか。あったぞ。階段あった。よしよし。この階、誰かがいます。探してください。ここか。よし。どこにいるだろうか。しょうがない、倒してこう。まあ、この階では戦闘はやむを得ないな。まあ、いつも通りか。やっぱり命中率 50% くらいですね。ブルギアモード発動。なるほどね。発射であります。状態異常の付着率か。これユミコに使わせると、なお一層強力かもしれないな。だけどターン一回消費しちゃうから、やっぱり1ターン目で何をするかって重要ですからね。倒した。あと2体です。あ、サウト早いな。あ、ムートだ、まずいぞこれ。あ、ホームクラス。あと2体だ。またムートか。まずいよこれ。やぶねえ。これはやつだけだ。いやあ、つまんないとこで使っちゃった。ホームクロスあと4つですね、こうなると。いやあ、つまらんとこで使っちゃったな。階段あった。あ、違う違う、階段探してるんじゃないんだよ。階段ではなくて、疾走車を探してるんだな。誰か。こっちにはいないってことが確認されたよ。さて、いやあ、ホームクロスもったいなかったな。しょうがない。大量入手難しいですからね、アモンクルさん。どうしようか。ここにもいないか。どこにいるんだろう。一応マッピングされるよね。されるよね、確かね。だからまだ行ってないとこにいるってこと。確か青い光点だったかな。あ、いた。こっちか。いたいた。収録時間13分か。よしよし、とりあえずセーブしようか。どうしようかな。あんまりこの回伸ばしたくないからな。次何回だろう。80回から85回。そうか、すぐに行けるんだったらこの動画中にやってしまいたいかな。85回からだなこれ。じゃあやろうか。よし、やろう。まあもしかするとカットがあるかもしれんな、本当はね。で、階段、あ、ちょっと、そうだ、こっちだった。あったあった。80回からね。80回からだから、まあ、敵が、こちらのレベルと比べて強いんですよね。ちょっと角度上げちゃおう。スポイズか。まあ、74回ね。もうどんどん登んなくちゃな。そういえばあんまり戦闘すると疲労が残るかもしれないね。もしかするとですけど、確かエピソード岩セルフでは満月の前日の疲労は残らなかった気がしたけどね。なんか救済措置なのかな。なんかかなり利用させてもらいましたけどね、そういう状況は。75回、まだまだ登んなくちゃな。期間ポイントか。ああ、あったあった、階段あった。
よしよし、勘出されてるじゃないか。76階、お、階段あったよ。から取っとこう。スメルグレイビーってこれ使うと恐怖状態になるからね。ちょっとオーソルト使えんよな。78、そろそろ失踪者のいる階だな。考えされてるね。しかしいいね、この上からですね、いるのが。ちょっと取っとこうか。やった、多額の現金。右の方にはいないな。右が近くにいるけど、こっちか。よしよし、この上にいる可能性がある。ここにはいないか。こっちにはいない。じゃあ階段ね、今探してんの。そう、階段階段、あったあった。ここにもいないか。階段近くていいね。この動画中に全然行けますね。あ、真っ暗だ。でもこの階段はいないんだね。3階しよう。階段見つけて。あ、よしよし、いいぞ。近いとこにあったんだ。よかった。この階、誰かがいます。探してください。よし。あ、いきなりいたぞ。あの角にいるんだ。見つけました。よし。よし、じゃあこんな感じかな。じゃあまあ今回はこれで切ります。助けましたね。もういないよね。確か2人だった。で、明日は満月だな。月が徐々に満ちてまいりました。部屋から出る。まあ、特にやることはないです。じゃあ、明日は満月か。気合い入れてやっていこうかな。はい、ご視聴ありがとうございました。